アレクサンドリア後位戦は、フランス革命戦争中の1801年8月17日から9月2日にかけてイギリス軍とフランス軍の間で行われた戦い。ナポレオンのエジプト侵攻に始まる、エジプトシリア戦役の最後の戦闘となった。フランスは1798年7月2日から、 エジプト北部のナイルデルタの防備の堅固な港湾都市であるアレクサンドリアを占領していた。イギリス軍とフランス軍の間で1801年3月21日に行われたカノープスでの戦闘はフランスの交代に終わった。歴史家は冷淡な共和国政府に見捨てられたと感じていたフランス守備軍が命令と服従に関する革命軍特有の高い 比率を徐々に失っていったと述べている。多くの兵士が共和国への宣制を更新することを拒否し、拒否しなかった者も,も心から宣制したわけではなかった。エジプトシリア戦役への厳滅を募らせたフランス軍は、個人用の武器と荷物の所持を許され、イギリスの船によってフランスに帰国するという条件の下で、1801年9月2日にイギリス軍に降伏した。 アレクサンドリアにあったすべてのフランス艦船と大砲はイギリスに引き渡された。ナポレオンの大陸軍の軍医総監であったドミニク・ジャン・ラレー男爵はその回ロ録で若いアラブ馬の肉を食すことがいかにフランス軍での解決病の流行防止したかを記述している。彼は19世紀のフランスで馬肉食の習慣を広めた。ジョン・エイリン、ピアニッシも 160から161ラレーのことは、ベロウ博士が引用している。エチュードハイジーニックスデラチェアデシュバルコムアリメント、ムーゼイデフォミジェ。ありがとうございます。